認します。はい、そうでございますね。こんな感じでいきましょう。ドゥドゥさんです。おお、久しぶりですね。ドゥドゥさん、なんか、うん、何なんだった、なんか、人のものになったとか言う人です、ね、あ、そうですね。すごい、すごい耳残っててね。はい、でも今日この自己紹介はないんですよ。あ、本当。はい、あ、じゃあもう飽きたのかな。うん、ミカさん大好き、人のものになったのは普通に好きっていうね、うん、いつもこのキャッチフリーのフレーズがありました。結構は書いてないんですよ、うん、で今日は息子に教えてもらったアプリを紹介します。はい、それはフィルマークスというアプリです。フィルマークス、はい、沖縄の人は映画好きが多いのでご存知の方が多いと思いますが、これは映画のレビューのアプリなのかな。というのも私もアプリ入れたばかりであんまり使いこなせていないのに紹介しましょうね。うんうん、私も映画好きで鑑賞後にはインスタグラムにも見たものをメモとして投稿していたのですが、はい、まあ、それもできるし、見たい映画もクリップしておけるし、うん、好みが似た人を見つけてフォローしたらその人のおすすめとかも見れるんですよ。あ、そう、同じような系統が好きとかね、うんうん、これを使いこなせば私の映画ライフはもっともっと充実したものになりそうです、うんうん、ということでドゥドゥさんです。へえ、ドゥドゥさん、なんか今日あっさりですね。あっさり塩味って感じですよね、うん、なんかいつも濃いって感じでね、なんかちょっとこういつもひねりがあったり、うん、ちょっとスパイスゴアが効かされてたりとしますけど、うん、このフィルマークス調べてみましたら、うん、ね、いい映画と出会おうをコンセプトにした国内最大級の映画レビューサービスだそうです。へ、これだから映画レビューをチェックして、うん、まあ、投稿できる機能をベースに映画を探したりとか、うん、見たい映画のメモ、備忘録とか、鑑賞記録ノート、映画の感想や情報をシェアして楽しむコミュニケーションツールとして利用いただけるっていう、うん、みんながこの映画とても泣けましたとか、こういうレビューが書かれるわけでしょ、うんうん、はいはい、そうです。だから上映中の作品だけじゃなくて、これがポイントです。過去の作品とか、うん、ドラマ、アニメ、配信、動画配信サービス、限定公開作品とかも、うん、結構幅広いジャンルのレビューとかが投稿されてるみたいです、ね、上映中のやつを見に行こうと思って、その前にこういうの 見たくはないなっていう派だな俺。なんか一応なんかほら、あれじゃないですか、ほら、あの食べに行くときに、うん、食べログで評価が何点ついてるとか、はいはいはい、うん、そういうのを参考にしてどっち見ようかなって迷ってたら見るんじゃないですか、うん、そうだな。でもそれでもそればっかりに左右されるのをどっかで嫌だなっていうのもあるんですけど、ね、うん、あ、でも私も見ないですけどね。だよね、はい、まあまあある程度の参考になるけどね、うん、もちろんね。レビューとかあんまり見ないから、ね、もう辛いもののところの例えばレビューとか見ても多分食べきれんから、うん、そもそも辛いところに見ていっても見なくていっても多分辛っていうあれしかできないと思う。むかせよって頭かゆいなぐらいしか書けないと思う。でもこの映画見た後の感想とか自分のほらメモとして、はいはい、メモとして、であとこの同じ映画を見た感想をお互いシェアして、なんかあの興味が一緒だな、好みが一緒だなっていう人を見つけて、この人が見てるおすすめのものを見たりとか、そういうのができる。感動系とか実話系ねとかが好きとかね、ありますよね。でもね、私ね、あのすごい映画って、あの独身の頃は多分年間100本ぐらい見てたんですよ。すげえ、100本ぐらい見てて、映画館にも多分ね1日に2回とか見たりとか、はしごしたりとか、そうそうそう、普通にあったんですけど、部屋と映画館と私の家でもうお願いがあるのよ、あと20分ずらしてみたいな感じで。でもそれぐらい見てた時は、なんかいつか映画の番組をやってみたいっていう憧れはありますよね。あの評論家とかしたいってことでね。評論家って言ってこう映画をこう紹介するのとか、うんうん、評論家ってなんか見てるだけね、うん、でも好きな好みってほらあるさ、それぐらいあるから。美香さん覚えきれる？俺もう本当に最近年取ったのが、あの時の映画のタイトルとかでしょ、タイトルとかそのなんとか役のなんとかがとか言える人とか、うん、チナコンとかすごいさ、あの時のジャック・バウアーがみたいなこととか、ネタがバック・ジャウアーだったかなみたいな、もうなるわけもなんかもう全然覚えきれないもうそう。だって俺地域の班の人とか何さんだったかなって思うから、ね。あのサッパーのなんとか役のミネさんがとかみたいな、多分あれぐらい見えないからもうとっても衰えてるな。もうステイホームで、うん、ほらいっぱい見てるの、フールとか見てるんですよ、うん、フールとかあるじゃないですか、ね、あの辺を見てて、はい、で旦那がいつもチョイスするんですよ。どれ見たいって言ったら、私は別にどれでもいいよっていう、うん、スタンスなんで、見たいのを見ていいよって、うん、一番最初に選んだのがザ・メグっていう、わかります？知らない。メガトロン の、 あのサメです、サメ、うん、サメ、うんうん、巨大サメが、うん、上手みたいなのが、うん、あれが出てくるってやつを、うん、なんでこれをチョイスしたんだろうって思って見てたらもう旦那さんと興味あるんじゃないの？
海とかなんか仕事で行ったりとかするときになんかイメージがあるんじゃない、うん、いやいやでこれ見てて私もおかしくて大体わかるじゃないですか、なんとなく、うん、ジェイソン・ステイサムが出てるんですよ。そうそう、それ知らんかな。あのほら、まあまあいいや、トランスポーターとかに出てる映画の人ですよ、うんうん、もうめちゃめちゃかっこいいじゃないですか、はい、鍛え上げた肉体で、はいはい、でその新しい境地をみたいなキャッチフレーズだったので、うん、ああいいかなと思って見たんですけど、ほうほうほうまあ、まだあれ見て見て、イトマンの両親のがメグ、ザ・メグ、ザ・メグ、うん、その後に見たのが韓国の、うん、毒の戦いって書いてて、これ毒戦っていうのかな、見ました。全然ジャンルが違くてもうおかしくてもうすごい振り幅が大きい。そうなんですよね、多分メグ見て、ザ・メグ見て、うん、これじゃなかったと思って違うところに行ったんでしょうけど、あのね、登場人物の名前が覚えきれなくて、この人誰、この人の名前何ってずっと聞いてた。じゃあもうこれ集中もしてないんだ。いいよ誰でも、比嘉さん、金城さんみたいな感じでいいじゃん。もうおかしくてね、うん、でも家で見るのっていうのはこういう確認しながら見れるっていうのがいいよね。そう、また止めれるし、はい、ネットフリックスとかあのとかもう、うちの奥さんとかずっと同じドラマが50何話シーズン3のなんとかとかって見てんので俺も見てしまうんだけど外人さんの3名がいろいろ犯罪に巻き込まれていくんだけど、自分で犯罪を犯してしまうみたいな。何だったかな、ついてない妻たちだった。ああいうの俺もずっと見てて、ついてない妻たちって、ついてないような確かに女性だからな。あ、そういう意味じゃない、そういう意味じゃない、そういう意味じゃない、そういうついてるとかついてないとか、ね、面白いね、思い出しくるよ。こういうのだからお互いほら、うん、共通点見つけて面白いじゃないですか、うん、でも面白いアプリですね。私も後でチェックしてみたいと思います。どうですか、映画とかでもさ、これは実話であるとかいう最後に来たりとかしたら、おおってなったりする時ある。あ、フィクションであるノンフィクションであるみたいな。これいろいろ見たらね、面白いからね。そうですね、うん、いっぱいあるな。はい、リュウトさんありがとうございます。はい、さあそれではここで沖縄セルラーからのお知らせがありますよ、はいはい、沖縄県内の au スタイル au ショップでは新型コロナウイルスワクチン接種のオンライン予約申し込みサポートを実施しています。店頭スタッフがワクチン接種のオンライン予約のお申し込みについてお客様のスマートフォンにて操作をサポートいたします。新型コロナウイルス感染症対策として店頭でも衛生面の安全対策を行っておりますので、ワクチンのご予約でお困りの際はお気軽にご来店ください。はい、au 以外の方でも大丈夫ですよ、うん、とってもいいサービスよね、うん、これね、うん、なお事前の予約なしでも受け付けておりますが、休日などはねやっぱりね混み合いますので、平日のお昼頃がおすすめです、ね、うん、ご来店の際は自治体より送付されている接種券を忘れずにお持ち込み、お持ちください。よろしくお願いいたします。誰でもってことがあります、ね、はい、はい、ということで、さあ機種変ロックンロールは皆さんからのメッセージをまあねお持ちしておりますので、うん、携帯スマホにまつわるエピソードをぜひお寄せください。はい、なおスタジオの様子は YouTube でも見れますので、うん、ぜひ検索してみてくださいね。よろしくでございます、はい、以上沖縄セルラープレゼンツ機種編、機種編ロックロール、このコーナーは地元に住む